海で正しいです。ホステスト方針はダメです。民営化もダメです。民営化がダメなのは、民営化するとダメなんじゃなくて、民営化してしまうと、外資に取られちゃう。仮に外資に取られなくても、株は自由に外国の企業が買えるようになっているので、その企業の株を買われてしまったら、事実上日本人が社長で、管理職も全部日本人で、従業員が日本人だとしても、株主が全員外国人だったらいいや、全部じゃなくてもいい。もう3分の1の時点で、日本の経済では外国企業扱いです。半分を過ぎたら、ロック工作が終わりです。そしたら、我々が一生懸命働いたお金は、配当金として、その外国企業に回されてしまうからです。昔は日本の企業は株主が日本の企業でした。当たり前です。ほとんどの企業が銀行や証券会社や保険会社がその会社の株を持っていました。例えばトヨタで言うんだったら日本の保険会社だったり、ね、生保だとか生命保険だとか損害保険だとかそういう会社の保険が株を持っている。こういうものがあったから国際会社って言うんですけども、僕たち一生懸命働く、一生懸命働いたらそのお金をどうするかって言ったら、皆さんよく貯金したでしょ。昔僕が子供の頃なんですけど、郵便局の定額預金が 6.5% ぐらいです。今ね 0.0001 ぐらい。何倍ですか？7000倍違うんです。7000分の1しか増えない。増えないよ、ね、しかもそこに今度税金がかかる。でも昔は違った。今は預金してるだけでも今表現在よりも7000倍記録がついたわけですから、一生懸命みんな貯金するんですよ。貯金自体投資だったんです。そうすると10年経つと本当に2倍になって、100万円増えてるから10年後に200万円になる。安全な方法でしょ。株式市場とか見なくてもいいし、為替のレートなんかも勉強しなくてもいいんですよ。これなぜそうなったのか、日本人が一生懸命働いて、日本人がお金を作って、日本の銀行にお金を預けてたの。そうすると銀行はお金の山ほどある。そうすると、そのお金は従業員の給料を返すし、株主の配当としても、また銀行に配当金が行くと。そうすると銀行は配当金がたくさんあったら、預金してくれてる人にどうやって返すかというと、それを上げることして返ったんですよ。銀行からたくさんお金もらった自動車産業は、そのお金で今度もっといい車を開発するわけです。借金して開発するわけです。借金すると、この前の概念で言いましたけど、借金するとお金が増えるんです。いいですか、もう一回言いますけど、借金しないとお金増えないんですよ。いいですか、皆さんが住宅ローンを買うでしょ、マンションを買うでしょ、3000万円で買うでしょ、銀行からお金が入るんですよね。銀行に3000万円あるのに入れるんじゃないんですよ。そしたらみんながマンションを買ったりとかして銀行お金がなくなっちゃうんですよ。いいですか、銀行で3000万円借りると3000万円って利用するとお金がバーン、皆さんが借金するとお金が増える。本当なんですよ。これを知ってないから、お金がないからできるだけ節約して、銀行に貯金がないから預金しなくて、それで計画やめて質素に暮らすってやってるとお金がどんどん減ってるんですよ。なのに外国の企業が先に株主になってもいいって法律になったから、お金は我々が働いたお金は外国に行くんですよ。でそれをコンセッション方式っていうのは何かって言ったら、上下水道を民営化するって言ってるわけですよ。これはさっきフランス系の会社って言ってましたけど、あっという間にフランスロスジャイルですよ。皆さんやられちゃってるの。国際金融資本にお金を取られてるんですよ。直接取られてないから盗まれてる気がしないけども、水道料金が上がったり電気料金が上がってたら、皆さんは絶対生活に必要なものでしょ。水道とか電気とか値上がりしてるのは電力会社が悪いわけで何でもないんですよ。石油が値上がりしたからでもないんですよ。お金は彼らのところに流れてるんです。こういうことを知らないとダメなんです。で、ね、今日3回目の外伝説ですけど、
3回目のテーマは経営者感覚に広です。経営者感覚に広です。サラリーマン感覚ではダメってことです。これでなんかきついな、まあ、人間に少々で叱られてるんじゃないかなと思うかもしれませんが、もともと戦前はほとんどの人が今は 85% のサラリーマンですけど、 85% の人は農家の人だと思う。農家の人って金を誰かがもらって見てたんですよ。自分たちで作るんですよ。どうやって増やすんですか。稲がたくさん増えて、たくさん実ったり、そしたらお金が儲かるんですよ。どんなにあなたが頑張っても稲はたくさん増えません。でもなりません。味も美味しくなりませんって言われたら、一生懸命農家の人がどうしますか。コンバインができたりとか、トラッカーができたりとか、楽にはなる。そうじゃない。米を増やそうとするわけです。なんで一生懸命売り方したんですか。田舎を出て。日本中でみんな農場を買い立てたでしょ。あれが今で言ったら、借金してお金を作ってるのと同じなんです。みんなが一生懸命働いて、日傘を埋めてるときは、蜂の方とか埋めてるときは、マイナスなんですよ。米がないから。でもみんなの尽力とか、体力とか、勇気とか、熱意とかっていうのを埋めて、平らにしていって、そこに米が植えられるようになって、帰ってくるわけですよ。こうやってお金を増やすわけです、最終的に。だから農業をやってる人っていうのは、みんな経済関係ってわかるんです。どういうことをしたらお金が増えるか。ね。ね、はい、どうもありがとうございます。それこの邪魔なのでありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、この一生懸命頑張ってもお金が増えないっていう、増やす、投資するっていう概念がないと、そうすると自分たちが節約するっていうことをやり始めると、お金が減るので景気が悪くなる。だから、そうするとどうしたらいいかというと、本当に景気が悪いときにお金使え、何もお金使わないでしょ。だから公共事業の国のお金を使う。昔はそのインフラ使うというのがダムだとか、発電所だとか、護岸警備だとか、なかったから、あれ道路もなかった、高速道路がなかった、空港がなかった、それをやったわけです。である程度だけど、それがもういらないよっていうレベルになっちゃっても、その時に無駄だ無駄だって言ったのかもしれない。それでも日本企業が建築をして、で日本企業の株が上がって、でそしてみんなのお金が回ってるんだったら、今みたいに外国で取られてるよりもはるかにマシだったわけです。そういうことが分かってないから、先日も福井県にちょっと行ってきました。発電会社が人間化されたんです。でもあれってもともと日本の会社ですからねって、私の欲望は届けたことです。2004年に民営化されました。でも日本の会社だから、日本の会社だから、日本の会社だから、日本電力開発会社だったから。それはサラリーマン感覚で言われて、一体そこの会社の株主は誰なんですかって言ったら、反省党で投入してる技術はえって感じなんです。知らないんです。サラリーマン感覚で議員やってたら、それこそ、ね、補助金持ってきますとか、給食をね、するものにしますとかってなる。そうじゃない。一体誰が支配してるの。これはね、戦争なんですよ。で調べたら、なんと 25% がもう外国人に来いと思ってる。あのですよ、25%。企業は、金融系の企業を見たら、もう上から順番に日本トラスティ信託銀行、日本カスレー信託銀行、JP モルガン、もう半分が外国人が持ってるんです。で、株主は半分取ってしまったら支配されてしまう。人事権全部です。何をするのか全部です。だから、福井県は、もう自由に行くから、上場、大企業、上場、上場、上場、太陽光発電したりするわけです。日本の企業が落札したとしても、
その結局、対面の場面の、スピード感というのは、まあ、ほぼ全部、何でしょう、中国のウイグル製ですよね、こっちから。何ですか、安いですか、どっちが安いですか、どういう種、パウダーが。つまり、エコだ、SDGs だって言ってて、この太陽光から電気作ってるの、風から作ってるの、素晴らしいねって思ってたら、これが見えるんですよ。人権がなくなるんですよ。それを電気代が安くなってるのがあります。福井県で 46% や。ここ、三重県の方です。26% ですっけ上がってるんですよ。なんで消費税に加わらせるのか3%になるんだよ、ね、2割とか3割とか4割です、ディスカウントじゃないですよ、高くなってるんですよ、年間30万円とか40万円とか皆さん絶対払ってるんですよ。僕大学生の時に家計簿ちゃんと前に作ってますけども、当時僕が大学生の時22歳とか3歳の時は電気代が1200円ぐらいしてます。ガス代だって冬になったら5000円ぐらいいたけども、夏なんですけど850円ってそんなですね。今や景気いいんですよ、アメリカは。何なんですか、これは。これは皆さんが経営者感覚がないから。こういうふうに、皆さんが悪いって言ってるそうさせられてしまったし、そうなってるのに気づかない。だから、私たちが、反省状が一生懸命言ってるのは目覚めは国民って去年の3期にここまで言ってたでしょ。情報をここで出してる、情報を出してる、知ってください。で知ったら周りの人に教えてください。もう反省状は国政政党になりました。 YouTube なんかいくらでも出てきます。でほとんどが交流を話すでしょ。そうすると今情報とソースとして反省状が出してるのはもういわゆる国際金融諮問だとかビッグママとか、こういう、まあ、裏の実際に動かしているディープステートの連中ではない情報を出しますから、ね、なぜならば広告代理店がお金もらってないし、手間の団体にお金もらってないから、それできるわけです。これで1年経って、皆さん当選して1年経って、まあ、大変ありがたいことに、126名の議員が生まれました。ありがとうございます。これは信じられなかったです。去年が一人出るのも奇跡だと思ってます。でそもそも賛成プロができたのが奇跡だったんです。党員が入ってくれたのも奇跡だったんです。そして選挙に出るって断言したって本当に入っちゃったんです。で党員があれよあれよ3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万、10万だ。維新の会が抜いてしまって、その状態で参議院選挙に突入して、あれは当選したんです。ありがとうございます。